さて、じゃあ、時間のようなんで始めようかと。それで、まあ、今、あれを、ムードル見てんだけども、だいたいうまく出てるみたいでよかったんだけども、読文のやつか、和訳のやつ遅れてる人いるのかな、この中にいる？まだ出せる状態になってるからな、受付はできてると思うんで、後でいいから出して。うん、教授に出せるよ。大丈夫？じゃあそういうことで。それで、その日本語の提出の数と、ドイツ語の感想文と和訳のやつ、同じ数になると思うから、問題ないかな。それで、いつも来ていない人とかを省けば、だって全員出てみたからね。なんかそちらからある、問題というか、何か特別なことがあれば、なければ、よしとしようかね。そこ暗くていいんだっけ？なんか暗く見えるけど、問題ないかな。それじゃあ一応ね、授業日は授業しなきゃいけない話になってるんで、とりあえずその全部の時間使わないとしても一応中身をやることにしようと思って、最後に付き合ってもらったね。でまあその予告していたような話で、今読んでるテクスト、言語一般および人間の言語のまあ一応仕上げみたいな話としようと思うんですね。でそれでだ、その今日は縦書きというか日本語を中心で見ていこうと思うので、まずは日本語のやつを出して、それで前回、縦書きの日本語で19ページあたりのところをざっとドイツ語も込みで見たのがね、そういうわけでハーマンという名前が19ページ3行目に見えるのだけども、その続きの段落あたりまで、その言語自体はの辺まで、その段落まで一応住んでることとしようと思うんだね。それで、後ろの3行19ページの後ろの3行以下が多分大きな区切れを持っていて、この本文最後までここからちょっと新しい章が始まるような感じの区切りになっているような、そう見ていいと思うんでね。その話として長い部分だけども、19ページ最後の3行以降、つまりは聖書だね、前から見ているいわゆる旧約という言い方はキリスト教の言い方だけども、ユダヤ教の聖典、キリスト教徒によって旧約聖書と言われているあのテクストの、しかも創世記という一番最初に置かれているやつだね、モーセ五書っていう部分があるけども、その最初、トーラの最初、立法の最初に置かれているやつ、しかもその2章分ぐらいだけの話、まあ、ちょっと後ろのバベルの話とかまで触れているという点では、少し後ろまであるかもしれないが、主に最初の2章っていうのは非常にその一部だけの話、しかしそこに全て濃密なことが書かれてるって感じで、そこを、ほぐしてる感じね。多分ここでなされてるベヤミンの聖書解釈っていうのは、
ユダヤ教からしても独特であり、かつ、その後のキリスト教の議論、キリスト教ということはいわゆるカトリックとかの神学とかだけども、その議論からしても異質な話なのでね、そう考えて一応独特な解釈、しかし非常に思想的な言葉理解と考えて、読んでみよう。それでね、しかしその大雑把な話をするためにちょっと見通しを立てるために言おうと思うんだけども、ここから後ろに関してさらに区分をつけるとすれば、だいぶ後ろだけど27ページのあたり開けられるかね、27ページ、そこに真ん中に区切りがあって、ちょうど中ほどに事物の存在のうちにあるっていうふうな、そういう段落があるよね、27ページ縦書き。そこから後ろがちょっと大きな区切りだと思うので、そこでちょっと指摘しておきたいんだけども、そこから始まる区切りだけど28開けてみて、そこでその28ページの最初の数行ぐらい読むと、何が善で何が悪かをその知る木の実を食べたというあの木の話が載っていて、そしてそれ食べるっていうところの意味を、28ページの8行目かな、パラダイス的状態のうちに存在する唯一の悪って言い方があって、その悪の話になるのだね。そしてこの悪がここから始まるその時代に自分たちは属しているっていうふうな話で、ここ辺から後ろが説明というか話が進んでいくのね。悪、この悪ってどういうことなのか。それでその悪の中で、大事なところを少し、説明して、このテクスト全体の先頭にちょっとつなげておこうと思ったけども、変な言葉で おしゃべりとかっていうのがちらちら見えるかね、29ページの3行目とか。何度か出てくる、その口数多いけども中身のない、そういうおしゃべりっていう言葉が出てくるんだけども、その おしゃべりの時代になっている、さっきの悪の時代以降は、言葉が分かりやすく言えば極めて悲壮的に薄っぺらくなって、おしゃべりとしか言いようがないような形でその滑っていってる、そんなような話なんだね。それでちょっとその、31ページちょっともうちょ開けてそのニュアンスを知ってみたいのだけども、31ページね、31ページ開けて31のここから行こうかな。3行目、31ページの3行目だけで。事物がもつれ絡み合うところでは、記号も必ず混乱に陥る。おしゃべりの中で言語を、シュプラーヘンを下僕のように扱うとき、その必然的な経過として、愚行のうちで事物を下僕のように扱うことになる。という、ここをちょっと、とどまって見てみたいんだけども、言語を下僕のように扱うっていう言い方は、実はそのこのテクスト全体の先頭ね、言葉とかを情報みたいなもんと考えたり、あるいはその言葉を自分のその道具と考えたり、ちょうどハンマーとかで釘打つと同じように、伝達する時の道具が、それが言葉だっていうふうに考えたりする
そのことを言ってるんだね。言語を下僕に扱うっていうふうなことは。それ、下僕ってのは、自分の思い通りになる。自分こそが、いわば主人で、それが使ったり使わなかったりすることができる単なる下僕。そういうふうに扱うっていうことで、実際はほとんどの人がそんなふうに考えてるんだね。言語っていうのはその情報の一つの経路であり媒介であり通路であり道具だっていうふうに考えて、その道具を使うのが人間だっていうふうな話で、人間を主人で、ハンマーとかと同じように言語をその手持ちの捨てたり捨てなかったりする、使ったり使わなかったりする、そんな地位に置いてるように、そんな見方で言語論とか記号論とか、あるいは広見での言葉論を人々やってるんじゃなかろうか。一般の理解だけじゃなくて、学問的な場面でも言語をそんなふうに扱ってるんじゃなかろうかってね。ちょうどこれ書かれたのが1916年で、第一次世界大戦の、最中なんだけども、その時にあれだね、そのやるとイギリスとか特に情報戦とか、そんな感じで言葉を、あるいは情報をあれして戦局をコントロールしたりする。いろんな形でその情報戦ということが戦争の一番大事な位置にその入ってくるような、そんな大きな時代、どこそこを巻き込んで味方につけるとか、情報裏で扱う情報ね、そんな風な、全てが、何か利益を得るための何か操作みたいになっていくものも人も言葉も何か道具みたいなやつ使うっていうふうなことが現に起きてる時代なんだけども、そんなふうに言語を粗末に扱うとき何が起こるかっていうと、今の後半だけど、その必然的な結果として愚行のうちで事物を下僕のように扱うことになる。物もすべて自分を利するため、益するための、そんな単なる対象であると。自分たちをくるんでくれてるとか、自分たちを支えてるとかっていう発想じゃなくて、自分の意のままに扱ってよい、いかにそれを効率的に扱うかっていうふうな、そんなふうな単なる対象となってるっていうふうなことなんだね。そんな言語理解がそんなふうなもの理解を生み、言語をその道具として扱うと、それと表裏一体の関係で、全てのものが単なる対象として、単なる手先の道具、材料として扱われることになるっていうふうな、そんな話が書いてるわけね。だから、大きな意味で考えた場合、こういう大きな全体見て、言語論、弁明言語論やってるんだけども、それは、ものに対する我々の構えとか、あるいはさっきの戦争も人と人との関係と言えるわけだけども、その人と人との関係とかね、それがどんなふうに推移してこんなふうになったか、世界大戦みたいに、材料も人間もみんな全て消耗するべき、単なるその効率よく扱うための中身みたいになる。資本とかと同じように人間とか、人間もまさに人的資源って言われたりして、そんな風に、いかに、消耗少なくし、いかに効率を上げて、国と国の争いに打ち勝つかっていう風な、そんな大きな流れは実は我々の言語に対する感覚の変遷、言語に対する理解の変貌みたいなことと気を一にしてるっていうふうな話でもあったわけなんだね。だから単なる言語の議論じゃなくて、人間対人間、人間対ものっていうふうなことの関係全体をどんなふうにして、その別の形、今のまずそうな方面で転がってるところから別のところへと、再転換ね、今の方になったのも大変その近代的な出来事だったけども、
その近代以前に戻るっていう巻き戻しができないとした場合、そうじゃない、そのもうこんな風に踏み込んでしまった後で何がその後に別方向として残されてるかって話を、そんなことをしたいがためにこの言語論を書いてる感じがするわけね。で、その俺らが踏み込んだその悪の場面の、言ってみれば、あの最終形態とは言えないかもしれんけども、慣れの果てみたいなものとして、そのちょうどこの時代の頃からその核兵器とかっていうこともその実用化の、なんていうのね、射程に入ってきたわけなんだが、そんな風な自然をそこからエネルギーを引き出すための材料みたいに見なすような、そういう見方ね、これを、今更蓋できないとすれば、どんな反応の意味で、別の形へと意味付け直すかっていうふうな話、そういうことが、まあ、なんていうの、背景にかけられてるって感じなんでね。それで決して、その、信仰に戻るとか、神を崇めるとかっていう単純な話とはちょっと違うんだね。そうじゃなくて、物と人間の関係全体の、その、大きな意味自身をその再構築するっていうふうな話で考えられていると見てみよう。まあ、そういうその、見通しを先に語った上で、もう一回この話のこの部分の冒頭に戻りたいから、再びページね、ページを19に持ってきて、ただ19すぐ終わって20に入っちゃうんだけども、一応先頭読む19ページの最後の3行ね、いいかな。以下において言語の本質を創世記の最初のいくつかの章に基づいて見ていくんだが、それを決してその神学の議論とかじゃないと。それで、これが客観的事実という話で、これをみんな崇めようって話をしたいわけじゃない。そうじゃなくて、およそその啓示というふうなことが、まあ、いわば最初にもたらされたその現象的形態っていうか、その一番発端にあたる、その後の時代は一種のこの啓示を指標として今に至る。その啓示みたいなもんとして、例えばそのフランス革命もなされたとすれば、フランス革命とかの大きな新たな区分とかも、一種その原型としてはその啓示の、さまざまなバリエーションというふうに言えるかもしれん。その一番最初の啓示、その後の流れを、まあ、方向づけた大きなその啓示の、つまりキリスト教をも巻き込む議論を引き起こした最初のテクストとして、これはその捨てがたいんだね。その正しいとかじゃなくって、これがその後の指標となってしまって、その後の世界を動かすその弾み車の一番最初みたいなところだから、これをその無視すると全ての議論、言語論とかが、宙に浮いてしまうっていうふうに、で、そこをしっかりその啓示の意味を受け止めようっていうふうなことなんだね。ということで、ちょっと次のページ20ページ上げて、それでその、啓示って言葉が6行目にあって、聖書は自らを啓示、どちらでオフェンバールング、アポカリプシスっていうのがギリシャ語の啓示ね、黙示録って訳される言葉がなんだけども、そのもともとの意味は啓示っていうふうに考えていて、アポカリプシス。ネットを見なすことによって、必然的に言語についての根本的な事実を展開させると書いてあるね。啓示をその記すことによって、言葉とは、言語とは、そんなふうなことを、まあ、言えば初めて、人間がというか、その祖先がね、初めて論じたその発端みたいに考えることができるということなんでね。簡単に言えば、その学問的に見えないかもしれんけども、最初の
言語論であると。言語の本質を問うた言葉がどこにまで届くのか、言葉が迫ることができる領域っていうのはどういうものなのか。単なる腹減ったとかじゃなくって、もっと大きな射程を持つとすれば、それがどこに至るのかっていう話なんでね。それがその実験みたいなことが、この聖書の出来事であるっていうふうに考えてるわけなんで。そういうわけで、その示唆的なことばかり書かれてるように思えるんだけども、その中でちょっと拾っていこうね。その啓示の次の行、つまり、7行目だろうね。前見たけども、神が息を吹き入れる話が語られる天地創造の物語の第2のバージョンっていうのは、確かなんか重複して2回人間の生まれた話があったと思うけども、その2個目がね、その土から作ったって話なんだね。そこでは人間が土から作られた。これは天地創造の物語の全体の中で、創造主の用いる素材について語られる唯一の箇所であると。光あれと言ったら光があるとか、その言ってみれば素材なしにいきなり光があったり、天があったり、大地があったりする、そんな風な生まれ方してたけども、その動物も同じね。これあれって言ったらそんな風なものがあったんだけども、そうじゃなくって人間だけは特別なそのこしら上げられ方をしていて、そこにある土くれというか、現にもともと人間に先行して創造されていた土から作られるって書いてたね。創造主はそこの素材のうちにその意思を表現している。そのあえて意図的にそこに何かを、生み出す、簡単に言うと息を吹き込むっていう形でそれを生み出すわけだから、その息イコール言葉と考えるべきだったら、その自分の言葉的な要素を初めてその世の中に、世のうちに、送り込んだっていう風な話なんだね。そもそも光あれというその言葉が、その同時に光があるに至る言葉が存在へとっていうふうなことが想像だったんだけども、その言葉自身がその被造物の中に、場所を持つっていうことなんだね。その神ならぬ被造物の場の中に、その神的言葉が地上のものの中の人間の形で、そこに改めて置かれたのだっていうふうなことね。ちょっと続き読むと、この天地創造の第二の物語では、人間の創造は、神は例えば、その大地あれと言ったら大地があったという、そういう形で起こったんじゃなくて、その神の言葉から大地が、神の言葉から天が創造されたというのとはちょっと違う経路を持つ人間に対して、今新たに言語というシプラヘという賜物が与えられることになって、この意味でその自然は、間違った人間は自然、生まれたものっていう点では自然のうちにあるわけだが、その上位のものに高められるって書いてんだね。ちょっと読むと、人間がその特権的でかつ神的理性をもらってるから、その上に君臨していいんだっていう風な話に聞こえて、近代とかはそういう発想で、だから人間理性的なものが全て支配して、エネルギーとか全て自分の考えで使っていいんだみたいな話になるのとちょっと違うニュアンスなんだね。これはその神が何故に人間に言葉を託したか、むしろそれはちょっと先取りしていっちゃうと、想像を完成させるためであると、その自然の秩序を完成させるためだっていうふうな話になっていき、それは決してその地上をその意のままに扱うとか破壊するっていうふうな力を委ねる話とは違うという形で説明されるんだね。その話が
早速というか、左のページの21ページに載ってると思うから、時間の関係で21の2、4、6、7行目見てくれた、ね、リズムの下のところで、いくつかの創造行為では、これこれあれという言葉だけが現れる。それぞれの創造行為の最初と最後に現れるこのあれという言葉、そして神を創造したという言葉には、その度ごとにいろんなものを作り出すたびに、創造行為が言語に対して持っている深い明確な関係が現れている。創造行為は言語によって創造する全能の力で始まり、そして最後に言語は創造されたものを言えば自らのうちに取り込む、つまり創造されたものを名付けるのである。言語とはつまり創造するものであり完成させるものである。これあれという、そうするとあった、そしてそれを見てよしとするっていうふうな、そのなんていうの、1サイクルで完結する話が次々出てくるんだけども、その一個の完結のたびにそこに天と価値とかっていう名が与えられてるわけなんでね。それでその名においてその意味が確定する、確定したものとしてそこに物が現しめられるっていうふうなことなんだけども、その意味で創造する言語としての神の言語は、次読むと、言葉、例えば天とか地みたいな、そういう言葉であり名であると。その後で人間的言語と自物的言語っていう、その創造されたものね、つまり、さっきの土くれから作られた、そして息を含まれたんじゃない、その創造されただけのあたりがものって言われて、そのものの言葉と人間の言葉と神的言葉っていうふうな、まあそのグラデーションを持って連続的につながっている、しかしなんとなくそうで言えば3層に分かれるような感じの、そんな大きな言葉の全体が語られるんだけども、その中でその一番言えば高いところにあるのが今言った創造する言語って言ったね。人間はその意味からすれば名付ける言語みたいなことでまとめられて、そして一番下と言われていたものの言葉ってのは目する言語、主媒言が注目するんだけども、目する言葉っていうふうに言われてるね。その全てが、しかし層に分かれたその全てが同じく大きな言葉っていうふうなもの全体をなすっていうふうなことなんだけども、そんな形でその人間の自然と神的な領域との中間のそのいわばつなぎみたいな位置が与えられるわけだけども、決してそれは意のままに自分が精進し尽くしていいっていう話とはちょっと違うんだね。ちょっとこの21ページの後ろの話は簡単に済ませるけども、21ページの後ろの3行見て、4行だ、後ろが4行。そして神はこれを見て良しとされた。つまり神は何をってそれを認識したのである。納得認識の絶対的な関係はただうち神のうちだけにある。ちょっと難しい話なんだけども、認識とその存在っていうふうな、その二重性ってことが、ずっとヨーロッパの議論の中心にあったんだけども、そのもののあることとその何であるか、そのものの存在とそのものの本質ね、存在と本質等を一挙に討議するのが唯一神であるっていうふうな話がここにかぶされてると考えて、に神の絶対性ってことはこれこれあれ、天ってのは地を覆うこれこれとかっていうふうな一種の本質を持つんだけども、そういう一種の本質ね、地を這うものとか地を這うものという本質を与えられてるんだが、そんなふうな一定の本質と
それをその弦に荒らしめるっていうこととが一つのこととして起こるっていうのが、その神の言葉の独特さ、想像する言葉っていうことなのね。例えばその人間は、世のさまざまなものを見てこれこれが足らない、例えばそのユニコーンみたいなやつを考えることができる。ユニコーンってのは一つの本質を持つんだけども、しかし人間がユニコーンを考えるっていうふうなことでは、それでもってユニコーンが存在することにはつながらないんだが、神はそうじゃない。考えたものがそのままにあり得る。あるべしが同時にあるに至るっていうふうな、そのイコール性を持ってるのね。人間はそうではない。人間はそこにつながりがなくって考えることができるものと、現にその我々が接しているものとには常にズレがある。そのズレを、例えばウイルスみたいなものは余計なもの、その過剰なものと見え、そしてその新薬とかは足らないものと見えたりして、そこに過不足を感じるんだけども、それは人間の世のあり方なんだね。あるべしっていうものがなかったり、あるべしでないものみたいなことが現にあったりする。その天変地異とか土砂崩れがあったりするのは、なくって欲しいんだけどもあっちゃう。そんな風なところに人間は生きてるわけだけども、そのことが実はさっきの話の悪とつながってるのね。神は全てを良しとしたっていう風なことで、神においては今我々が対面している全てのものが意味あるもの、あるべくしてあるものっていうことなんだが、それは神的な創造する立場で見ればそういうことになるんだが、我々はそこにさまざまな、さっき言ったあの善と悪を知る木の実を食べて以降の我々はそこにさまざまな、いろんな落差みたいなことを持ち込んでしまい、自分にとって都合のいいもの、不都合のものっていうことを自分の基準を元にして持ち込んでしまった。そこに初めて、さっき言った ない方がいいものを呪ったり、あるはずのものがなんでないんだっていうふうに嘆いたりするような、そこに悪を見出すわけなんだね。だから本来その神的な秩序においては悪が存在しない、ある意味で、その楽園といえば楽園だけども、実はそこにはあの死もないっていうふうに、ね、死が意識されてもいないって意味においてその死がないわけだが、むしろそこにウイルスで死ぬことをなんとか免れることができまいか等々、人間がそこで妄想するっていうふうなことが、それがそのウイルスとかその病原菌みたいなものを悪と名指したり、そしてそれを呪ったりする、それをその人間を損なうマイナスなものとして見出す、それ人間的な言葉が生じるその場面でもあるわけね。だから人間の名付ける言葉っていうのは常に自分の濃淡みたいなことを持ち込んで、そこに色分けをする、そんなふうなことが、人間の中で起こったのは、実はさっきの認識の、善と悪を知る木の実を食べるというふうなこと以降のことなのね。今ここの段階はまだ神の創造行為の直後で、まだそういうことを食べてない、そういうものを食べていない段階なので、しばらくここから続く部分は人間の話出てくるけども、あれなんだね、まだ無垢な状態と考えて、我々にはもう取り戻すことができない人間のありさま、楽園といえば楽園だけども、そこにはいろんな意味で濃淡がない、ある意味で薄っぺらい世界でもあるような、そういう創造直後の話として、見ていこう。さっき指摘したページの辺に悪が出てくる、すなわちその認識の木の実を食べるっていうふうなことが出てくる
そこまでね、そこまでのところをちょっとしばらく見ていこう。というわけで、ちょっと今のところを、まとめるために、22ページ上げて、その最初の行、2行見るんだけども、神は事物をそれらの名において認識可能なものとした。つまり光あれと言ったら光があるとかね、その天と地あれと言ったら天と地があるっていうふうに名付けることで、それを意味ある、そして現に存在するものとしたっていうふうなことで、しかし人間はそうじゃなくて、認識に依拠しつつ事物を名付ける、さっき言った人間がこれこれあれと言ったら現にそれがあるわけじゃない。その預金通帳ゼロがもう一個増えろと言ったら一個増えるわけじゃないっていうふうに言って、そのあるものに即してそれの何たるかを追っていくしかないってことね。その自分をそのプラスの方へもたらせばもマイナスの方へもたらせばもあるかもしれんけども、いずれにしろその現にあるもの、その中でやっていくしかない。熊とかは避けるべきものとかね、うなぎは食べるべきものとかっていうふうに、そんなふうに、既存のものに即して、自分を整えるしかないっていうふうな話なんだね。有限なもんであると。それに対してさっきの あるべしと思った考えること自身があるに至るっていうふうな、その神的言葉においてはそんなふうな不足みたいなものとかないってことですね。というわけで、神が息を吹き込むっていう話のその説明がもう一回22ページの次の段落であるから、いいかな、22ページ2、4、6、7行目見て、そして神は、人間を名付けなかった。その確かに光あれとかっていうふうな形で、名付けてないんだよね。よく読んでみると、その確かに、あれから土くれからアダムを作ったって言い方あるけども、アダムあれとかって言い方はしてないんだね。その意味で名付けなかった。神は人間を言語のもとに置こうとしたのじゃない。さっきの光あれっていうふうな形であるような形だったらば、その常にその名付けに縛られて、言ってみれば常にコントロール下にあるんだけども、そうじゃないっていうふうに書いてるわけね。人間はそんなような意味で他と並ぶ流属物とちょっと違う位置にある。次読むと、神は創造のメディウムとして自分に仕えてきたシプラヘンを自らのうちから人間の中で解き放ったのであると。その言葉自身をその存在のありさまとするような、そういうものがそこに生じたっていうことなんだね。想像する言葉の人間版というのか、想像する言葉、神的な言葉の縮小版みたいなものが人間として新たにそこに生じたっていうことなんだね。ここでさっき言ったその名付けるものとしての人間、動物とかは名付けない。名付けないってことは、それをそれとして意味付けないっていうふうなことかもしれないけども、つまりうなぎ食べるべきもの、狼避けるべきものみたいな意味で、その意味を組まないのかもしれないけども、人間は常に名付けることによってそこにまさに意味のつながりを見出すわけなんだね。読むと、人間のうちで自分の創造的なものを委ねたときに神は休息したとか言ってね、前見たように休むんだけども、その言葉が一巡してその一つの結末を見た、一つの言葉の一つのサイクルが閉じたっていうふうな意味で、そこでその休息っていうことを弁明は読んでるわけだってね。
さてと、そんなわけで、ここから先、人間が言葉的なものとして存在するという話になるんだが、ちょっと時間の関係で23ページ見て、23ページの2行目、このもともと神的な言葉の最も深遠な模造たる人間の言語、その人間のシュプラーヘが言葉そのものの持つ言葉というのはボルとかね、持つ心的無限性と最も親密に関わる地点、また同時に人間のシュプラーヘが有限でない言葉や認識とはなり得ない地点、それこそが人間の名である。人間の名っていうのはそのエヴァとか女というふうに名付ける部分があったと思うんだけども、そんなふうに同胞を一つの名で呼ぶイーシューとイシャーっていうふうな区別がついて、エーファっていうのはその命あふるるものみたいな意味と言っていいと思うんだが、そんなふうに、腹から同胞を名付けるわけだったね。猫が他の猫を名付けるっていうふうなことないけども、人間はその同じ者たちの間で名付けを行うっていうふうな独特のあり方をする。そこに自分と自分じゃない、しかし自分とつながるものっていうふうな関係を見出すってことね。名があるってことは自分とは違うもんとして、しかし自分が名付けるものとして、それをいわばそこに据えるわけだから、そこに平たく言えば社会的関係みたいなことが立体的に開かれるわけだけども、その後々の言葉で言う社会みたいなことの一番根源の形態が名付けであると。自分と他者を同族のしかし別の個体みたいなものとして語る、その発端ね、それが名付けである。それが固有名って言うんだね。アイゲンナーメっていうのはその玉とかポチとかそんな感じのもんだけども、むしろ今の場合はその一郎とか二郎って考えてもね、固有名の理論、固有名に関わるその理論は有限な言語と無限な言語の境界についての理論である。無限な言語っていうのはあれというふうに言ったものがそのままあるっていう、天あれと言ったら天があるっていうふうな神の言語だけども、そうはいかないけども、しかしそれとして意味付けるっていうふうな人間の名付けの機能ってからすれば有限な言語だね。人間は有限な言語で名付けうる言語である。読んでおくと、人間はあらゆる存在の中で自分と同様の存在を自ら名付ける唯一のものであると。猫は相手のことをタマとか言ったりしない。しかし同時に神が名付けなかった唯一のものであると。そのいろんなこれこれあれっていうふうな形で語ったものはみんなその名付けのもとに服するわけだけども、言葉を吹き込まれた特別な腰の描かとされた人間は名を持たなかったんだね。というか名前で支配されない位置にあった。読んでおくと、その続きにさまざまに名を与える事例みたいなことで、前聖書で読んだけども、イーシュからイシャーができるとか、イシャーと名付けるとかね、エファというふうに呼ぶとか、その同じその、配偶者のことなんだけども、名前を与えるんだね。エファの続きを読むと、名前を与えるときに、両親は子供たちを神に捧げる。両親は生まれてきたばかりの子供を名付けるのだから、彼らがここで与えるナーメに当てはまるのは、認識ではない。厳密に考えるならば、いかなる人間も、何に当てはまるものとはならない。というのも、固有名とは人間の音声となって現れた神の言葉であるからだ。固有名によって、どの人間も神によって創造されたことが保証されるとかってね。非常に分かりにくい話かもしれないけども、その、
人間においてさまざまな区分をしていく、その人間同士の間でさまざまな分割をして人間同士っていうふうな関係が与えられるわけだけども、それはある種の神によって作られたものの再創造なわけね。名付け合うことができるものが相互に名付け合う、自分もその宝名を呼ばれるっていうふうな関係となっていくわけだから、ある意味で細胞分裂みたいなものとしてその相互を相互としてつながりつつ、そこに、その大きな網の目が張られていく。そういうわけで、さっきの言葉的に作られたものが自己増殖していくような、その現場みたいなことがこの人間たちっていうふうなことなんだね。それは名付け合う共同体で、お互いに名を持つ者同士の関係が生まれるっていうふうなことで、その意味では決してその無人格じゃなくて、常に自分の腹からっていうふうなことを、消去できない形でお互い持ち合っている者同士の関係ってことなわけね。このことからして、そのどの人間もある意味で同じ資格を持ち、同じ名付け合う関係だっていうふうなことがわかるわけだけども、これヘブライ語で書かれたその原点というか、聖書なわけだけども、その前言ったっけ、その大変大事な言葉で、顔っていう概念があったね。ヘブライの顔っていうのはパニームって言うんだけども、フニフニイームっていうのは複数形なのね。男性複数形の形がフニフニイームで、パニームが顔なんだが、パニームは基本的に常に複数形でしか使わない言葉っていうふうなものとして知られてるんですね。つまり、こちらが顔を向けるときに相手も顔を向けてるっていうふうな、その相互が相互を承認するような関係においてこそ、初めて顔が顔として意味を持つ。一つの名を持つ誰かとして、自分に向かっているのが顔なのね。単なる無機質なその記号とかじゃなくて、意味を持つ一人の相手っていうふうな意味で、相手が顔を持つってことは、同時に自分が顔を持つっていうふうな関係なわけ。顔同士の関係っていうふうなことが、そのお互いの名を持ち合う関係ってことなので、その意味で誰一人として本来自分と同格でないものがいないっていう関係で、この人間の複層的な関係が敷かれているのがこの楽園の場面だっていうふうなことが示唆されているとしよう。ここからずれた場合、自分にとって有益なものとか、自分にとって邪魔なものとかっていうふうな、その別の意味が与えられるかもしれないけども、それはまだ後の悪が出る手前の話ね、悪が出て以降の話ね。今はそのお互い同士のお互いの同等性みたいなことがこの人間の名付ける言語の根源にあるって話書かれてます。そういうわけで、固有名っていうのは重複もあるけども、基本的にポチとか、ポチじゃなくてタマとかシロとかミケとか、そんな感じのあれなんでね。しかもそのお互い呼び合う関係は、その神によって裏打ちされたその言葉の共同体であるっていうことね。そのことをちょっと文字で確認しようと思うんで、いいかな、23ページの一番最後を見て、23から24にめくるところなんで、最後の23ページ、固有名はめくって、人間と神の創造的なボルトとがなす共同体であると。そのお互い名付けて名を持つ者同士の関係っていうふうな、それぞれ違いながら同じであるっていうふうなもののこの共同性っていうことは、言葉の共同体であり、その意味で他のアリの群れみたいなものとは違うっていうふうに書いてると考えてて、ちょっとその過去の言葉して、ここもいいや。それで、ここから先の話なんだが、
ちょっと24ページの中ほどは飛ばし、その24ページの後ろから6行目に飛ぼうと思うので、ちょっとここをあれして一緒にそうではなくから見てて、24ページの後ろから6行目、そうではなく人間が事柄に与えるのは事柄がどのように人間に自らを伝達するかに基づいている。後で説明するね。神の言葉は名のうちに創造的な力を保ち続けたわけではない。神の言葉はある部分では受容的あるいは受体的な力って訳してあって、これは言語受容的なものではあるがと書いてあって、もう一回そのダッシュの前から読み直すと、神の言葉はある部分では受容的な力を持つものとなった。この受容あるいは受体の対象とされているのが事物そのものの言葉なのである。言葉その事物からはまたもや音声を書いたまま自然の目した魔術のうちに神の言葉が放射されている。よくわからない文だと思うけども、ちょっと何言いたいか説明するね。だんだんそのさっき言った悪の話にちょっと近づきつつあるんだけども、人間は、その神とは違うわけだから、その全てを良しとは簡単にはできるほど全てを見抜いてるわけじゃないのだね。そういうわけで、物に即して自分の関わりに即して、自分と物とのつながりに即してそのものを評価するわけだけども、その事情は人間と神とではだいぶ違ってるわけだから、さまざまな意味でその、切り詰められた関係のうちにあるわけね。その神のその意図、神の創造の意図とはずれた形でそのものが人間に関わることが起きる。そのイノシシがイノシシなんだけども、そのイノシシと遭遇して、そのイノシシが人間に対して突進してきて牙を剥くこともあるっていうことなんだね。そういうわけで、その神の言葉、神の言葉っていうのは神のものを作る時の意図なわけだけども、それがそのさまざまな意味で全て神のコントロール感のままにあるとは限らず、むしろそこに何かこういうこともありかっていうふうに、そこに変容を、イノシシなイノシシの存在に関して変容を受け入れる余地をそこに同時に持ってるっていうふうなことなんだね。神の言葉っていうのはもろ能動的で、これこれあれっていうことは現にそれがあり得るっていうふうに、まさにアクティブな形で働いたんだけども、そのアクティブに対してパッシブな関係が徐々にそこに入ってくるっていうことが書いてあって、この受容的ってことは、自発的と受容的っていう対比で考えて、一応書いておくと、神は本来自発的な形で全てを、語って荒らしめたわけだけども、その被造物自身には受容的な要素がそこに全部介在してくる余地を持っているということで、簡単に言えばそこにさまざまな揺らぎが起こるっていうことなんだね。つまり事物が神の意図とはうまく一致しない形で人に牙を剥いたりするようなことも起こりうるっていうふうなことなのね。さっき言ったように、その人間にとっては都合のいいものとか悪いものみたいなことの濃淡が出てくるわけだけども、それはある意味でこの受容性が引き起こしている話なのね。人間にとって
何かまずいような意味を用いるものとして出てくるとすれば、しかしそれはまさにまずい意味を持つものとして出てくるわけだから、それ自身がその意味自身が言葉の領域においてそれを受け止めてるわけなので、その話が次にあるから、ちょっと25ページ見て、25ページの2行目、さっき言ったその意味の変容が起こるその事柄自身に即した受容ってやつね、受容、そしてそれと同時に自発性は、ただ言語の領域においてのみこのように独特な結びつきで見出されるのだが、この受容と自発性に対しては言語はそれを言い表す独特の言葉ボルトを持っている。このね、今のところでとどまって説明しておくと、その自発性っていうことはあれだね、その言ってみれば原初のもともとの意味を貫徹することで、需要っていうふうなことはそこに何か揺らぎが生じるっていうふうなことで、本筋と合流みたいな感じで、そこに意味が徐々にその一義的でなくなってくるっていうふうなことが想像の後に地上において起こってる、そういう話なんだが、それをその、なざすちょうどいい言葉があるというのが今の話で、ちょっと次やるね。で、この言葉、このボルトはまた名もなきものを名のうちに受け入れる、あの需要についても当てはまる。それはつまり、事物の言語の人間の言語への翻訳であるというね。ユーバーゼッツングっていうのが翻訳なんだけども、難しいね、説明すると、その事物自身においてもその語りがあるんだけども、その語り自身を我々は直に聞くことができないときに、その意味をこちらから組み出すというべきか、こちらからある意味で何かレッテルみたいなやつを貼るような形で、それを人間の言葉へと置き移すようなことが起きる。だからそのキノコの例で言えば、そのマイタケとかね、シメジとか、そんな風なものが、何か人間を人間にプラスに働くようなものとして語ってくるっていう風に見て、そして毒キノコみたいな紅天狗茸みたいなものは人間を害するようなものとして、その危険を呼び起こすようなものとして人間にその言葉で拾われていくわけね。その事物自身がには毒とかっていうふうな意味ないかもしれないけども、単にそのキノコ自身が他のものから身を守るためのそんな機能かもしれんけども、それを人間は人間の都合で毒とかって名付けるようなことになるわけね。それは実はそのペニテングだけが持ってる言葉を人間の言葉へと別の意味へと翻訳したっていうふうなことだっていうふうな説明なわけなんだ。だから翻訳ってのはある意味で人間化する、人間の都合で、その処断する、人間的な意味をそこに貼り付けて、人間的なところの場面でそれをその定義づけるっていうふうな、そんな出来事があるわけなんでね。その、事物の語りみたいなことを直に事物として聞くことができない限り、そこに何か少し変異しながらそこに意味を置いていくっていうふうなことがここで起こり始めてるっていうことなんだね。この事物から人間へ、そして人間から神へっていうふうな、その大きな意味の、その濃淡みたいなものが言葉の大きな全体を、広い意味でのシュプラーヘン、複数形で言うとすればシュプラーヘンっていうふうなことの連続体なすわけだけども、そこにね、その
翻訳っていうふうなこと、そこに意味のずれと意味のその継承みたいなことを引き継いでいくっていうことを両面的に持ち込んだのが人間の言葉だっていう話で読んでおこう。人間こそがその翻訳するっていうふうなことを、成し得るわけであり、ものを名付けるっていうふうな位置にあるからこそ、その意味を意味として取れることができるって話だね。そういうわけでちょっとここ本文読んでおこうと思うんで、25ページの後ろから7行目で、待ってください、8行目に行こう。こういった関係によって諸言語相互の翻訳可能性が存在することになる。後で見るけども、いろんな階層を持ってて、事物の言語もいろんな階層を持ってて、その間でさまざまな意味の醸し出しみたいなことがグラデーションなしてるんだけども、その間の翻訳可能性みたいなことが常に生じ得るんだよね。翻訳とは変換の連続体を通じて、英語で言えばコンティニアムっていうふうなことで、一つの大きな濃淡の違いを持つ一体的なものって意味で考えて、連続体を通じて、ある言語をもう一方の言語へと移行させることである。翻訳が自分の領域として手中に収めているのは、抽象的な合同領域や相似領域じゃなくて、この変換の連続体なのである。そういうわけで、その低いという言い方をするとあれかもしれないけども、その沈黙の度合いが高いものと、例えば岩石みたいなものと、それとその、植物とかね、あるいはイノシシみたいなものとかの、その間にも常に移行する関係、推移する関係、連続体を見出すっていうふうなことが人間には可能であるっていうふうな話が書かれていると考えて、何言いたいかっていうと、そのさっきの現代ではそんなふうなつながりを無視して、鉱物は鉱物だろみたいに考えて、それを、まあその利用するだけなんだが、実はという意味で考えれば、その大地と植物、植物とイノシシみたいなものにも、なだらかなつながりのその傾斜みたいなものがあり、大きな全体を成しているっていうふうな話につながるわけね。つまり今で言えばその環境問題みたいな話として、大きな全体が大事で、相互にもたれ合った関係であるっていうふうな、今で言えば当たり前のような議論かもしれないけども、そんなものをその自然のうちに見なきゃいかんっていうふうなことなのね。そこに、意味のつながりがあるっていうことを見出しうるということ自身が翻訳可能性っていうふうに考えて。さて、まあ、そんなわけで、時間の関係でその事物のその濃淡に関する話を一旦飛ばして、後ろの部分に行こう。27ページ開けて、27ページ。27ページの2行目の辺だけちょっと読むと、事物とか動物、つまり人間ならざる非造物ね、における伝達を思考する寡黙さと書いてあって、その言葉を持ってるけども寡黙である、言葉が人間にとっては届きにくいっていうふうな意味で考えて、その人間がそれを聞き取り、言葉として受け止め、人間的な場面へと翻訳することが経路として非常に難しい、そういう語りが人間を取り巻いてるっていう意味で、その事物を見ておいて、その話をちょっと続けて見ていこうと思うから、今27ページ空いてるとして、真ん中見て、事物の存在のうちにある黙した言葉、これがあれね、事物の言葉のあり方はどんな言葉かというと、黙した言葉、
沈黙する言葉っていうふうに言ってるね。芝居言となる言葉は人間の認識のうちにある命名する言葉のはるか下位にとどまっている。下位というのはその明確さにおける下位みたいなものでダメっていう話とはちょっと違うわけだね。むしろそのいかに大事であっても言葉的には仮想的ものであるっていうふうに考えて、で人間が最上位かというと全くそういうことなくて、同じように人間の命名する言葉、その玉とかポチみたいな固有名だけじゃなくて、さっき言った毒とかそんな風なものを語るのも命名ね。そういう言葉にしても神の創造する言葉の下位に置かれている。で 神というのはなかったものを荒らしめるわけだけども、我々はあるものを取り消すこともできなければ、なきものをあるものにすることもできないっていうふうな意味で、人間は言葉として下位なわけね。そういうわけで、その上と下とに、開けた中間に位置するっていうふうな意味で、もう一回人間の言葉の意味を考えていこう。で、ここからそのパラダイスとそこからの離脱みたいな話になるから、27ページ後ろから4行目見て、カタカナのパラダイスがあるから、つまり楽園って話であり、その、善と悪を知る木の実が植わっているようなあのエデンの園の話ね。しかしただ一つの言語しか存在しないパラダイス的状態から人間がひとたび落ちてしまうと、立ちどころにこれほど多くの翻訳、これほど多くの言語が生じることになった。いわゆるバベルの話が書いてあって、後々そのバベルの何て言うの事件へと直結するその元がここから敷かれているっていう風な話ね。翻訳っていうと何かいい話にも聞こえるけども、翻訳すべきズレがあるっていうことでもあるわけだから、もはやその翻訳が起こっているところは、パラダイスとは言えない感じがするわけだね。その意味でその考えられうるパラダイスっていうのは、なんていうの、人間が何の、あれもなく抵抗もなくそこに悪を見ることなく生きている場面っていうことになるから、だからそれは、幸福といえば幸福だけども、死を死として受け止めることがない場面とも言えるわけね。死を悪と考えていないっていうふうに言ってもいいんだけども、それは避けるべきもんとか、何か待望してこういうことがあったらと思ったりしない場面のことだから、パラダイスといえばパラダイスだけども、それはある意味で欲望もなければ、後悔もないようなそういう場面ってことね。逆に言うとその悪に踏み込んだ後に我々は何かを欲するとか何かを厭うとか、あるいは妬むとか、さまざまなそんなふうなことが生じ得る、まさに我々が知る人間の世界へと入っていくわけだよね。この意味でこのパラダイス自身がその純粋に肯定すべき場面かどうかって非常に微妙なわけだけども、だからいずれにしろ我々がそのこの1916年とかで生きている場面はむしろそれしかない時代だよね。その妬みとか恨みとか相手をいかに殲滅するかみたいな血で血を洗うようなその世界大戦の時代なわけだけども、そこにおいて何か、一種の翻訳可能性みたいなものをお互いが通じ合うことができる何か経路、この場合人間と人間同士もね翻訳し合うっていうふうに見ていれば、相互にその同じものを求めて、大きな全体へと向かうその流れみたいなことを樹立するためには、その意味ではこのパラダイス的なところを何か求める理由があるわけなんだね。一応続き思うか。
最後の行、27最後の行、人間のパラダイス的言語は完全に認識する言語であったはずだ。そこに、そのなんていうの、いろんなその過不足みたいなことを見出さない、見出さない、そういう意味では完全な。しかし、そこには抵抗もなければ何もないっていうふうな意味で、非常に我々の意味で言えばその非人間的な言語なんだけども、そういうところだったはずだ。ちょっと次見て、28。ここ大事なんでね、一応ここ一緒に思ったもんで28上げて。それに対してあらゆる認識は後になってもう一度言語の多様性のうちで無限に分化し、つまり簡単には分かり合えないような多数性ができてしまう。以前はもう同じ腹から同士っていうことで全てが同胞だったんだけども、言葉の多様性っていうことはつまりはその分かり合えない人間同士の関係が生まれるっていうふうなことであり、そこに翻訳可能性というか通じ合う経路を探そうと思っても容易にそれが見出せない、諸々の部族とか諸々の共同体が並走することになるよね。言語の多様性のうちで無限に分化し、実際のところ何を起きる想像よりも定時の段階で分化せざるを得なかった。パラダイスの言語が完全に認識する力を持ったで持ったものであった持つものであったことは、認識の機の存在をも隠しておくことができないということ。これちょっと皮肉の話なんだけども、パラダイスの言葉はその全てを見抜くわけだから、認識の機があることを知らずに済ませることができなかったということね。この認識の機っていうのは何が善で何が悪かということをその認識するための木だとした場合、これ食べると認識できますよみたいな話だったけども、しかしよく考えたまえと。神は7日目にすでに創造のこととともに、見よ、それは極めてよかったというふうに、すべての創造するものが良い。ヘブレ語でトーブって言うんだけども、トーブっていうふうに言ってて、そこに悪はないのね。その、悪は存在していなかったのが神の創造だけども、そこに、その新たに悪を持ち込む木が罠みたいに、置かれていたっていう話なんだね。後で見るけども、そのこの悪は人間がむしろここで持ち込む出来事なのであると。つまり世界を全て肯定するんじゃなくて、世界に過不足を見るかというのは、これは余計だから滅ぼすべし、不足ってことは足らないから、あるいは分取るべしみたいな意味で、分取ったり排除したりするような、そんなふうなことが過不足なんだけども、その過不足みたいなものを、動かしているのが善悪っていうことなんだね。余計なもの、自ら損なうものとして悪を見る、あるいはその不足を悪と見る、誰かが奪ってる。で、善ってのはそれを奪い返し、自らのもとへとその組み伏せること、そんな意味で善を語るようなことが、ここから先起きるとすると。蛇の誘惑によってたどり着いた認識、何が善で何が悪かという認識は、これは名を持たない。それは最も深い意味で虚しいものである。なぜならば、名付けられたすべてのものは、良いとして名付けられたわけだから。だから、そこに何か別のものを持ち込むのがこの悪っていうふうな話なんだけども、それはいわば名付けの圏外なわけだね。本来の名付けからの逸脱っていうふうなことだってね。簡単に言ってしまうと、悪という形で何かを名付けるっていうふうなことは、もともとの名付けるっていうふうなことからの逸脱っていうことなのね。その逸脱して名付けに人間が踏み込んでしまうっていうことが、この出来事だっていうことを言ってるわけだね。この知識、つまり善と悪とを知る知識、これは
パラダイス的状態のうちに存在する唯一の悪なのである。それ実はその悪こそが隠されていた。これ食べちゃいかんというふうな意味で隠されていた。神が罠のつもりかどうかわからんけども、そこにあえてそこに据えていた食べちゃいかんもの、それがこの木だったっていうことなのね。だからそれを食べるまでは悪は世になかったかもしれない。あるいは法画的にこの木の実としてあったかもしれないだけだったけども、今やそれを人間が自らの手で、現実化してしまうと。それがこの話としてはね、善悪をめぐる知識は元々の意味での名を離れる。それは外部からの何かそれを付け足し継ぎ足し、外部からレッテル貼るような形の外部からの認識であり、想像する言葉の非創造的な模倣であると。本来語り得ないことを語るっていうふうなことがあるものを悪と名付ける、その人間の、創造的というべきか、そのむしろ逆向きの力なんでね、むしろそこに混乱とその破滅をもたらす人間の名付けが世に悪を名付ける名付けであるっていうふうなことなのね。名はそれを認識するとき、この悪における名は自己自身を離れていく。太宰とは人間の言葉の誕生の時である。その善と悪を知る木の実を食べる以前の言葉は唯一の言葉、そこには、神的言葉、人間の言葉、事物の目せる言葉みたいなことが相並び合って、そこに悪はなかったかもしれないけども、この木の実を食べて以降の人間の横島に名付ける言葉が誕生するとき以降に、あれがね、その罪ってことが起こるというふうなことなんだね。この言葉のうちでは、この人間の言葉のうちでは、名はもはや無傷のままでいることはできなかった。さっきまでのその純粋無雑な意味での名付けっていうふうなことに、別の要素が加わり、別の暗い面が生じることになってしまった。人間の、この人間の言葉は、名の言語から、また認識する魔術から抜け出し、いわば外側からはっきりと魔術的なものになったのであると。そういうわけで、ここからの言葉しか実は我々は手にしていない。この、その外部的な言葉に常に我々は、身を浸しているっていうふうな意味で考えて、さっきまで語っていたあの場面っていうのは、人間からはある意味で想像もできないような次元の話であり、常に我々はその悪を名付けるとともに存在する言語にしか相対していないわけなんだよね。常に我々は何かを悪として名付けることを当然のこととして予定しているわけだけども、そういう時代じゃない別の次元があり得るということがおそらく大変大事な話だね。そういうわけで、その続きちょっと飛ばすんだけども、あとは時間の関係であれするんだけども、面白い言葉は、その裁きってことは、これ以降に初めて意味を持つと。それまで裁くっていうこと自身が不要なものだったところに、人間の悪とともにその裁きってことの、いわば需要が喚起されて、そこに新たな次元が起こるって言ってね。それが29ページに書いてある。そのさっき言ったパラダイスからの離脱のことを太宰っていうふうに言うとした場合、その太宰の3つの意味ってことが29後半から31、2、3個あるので、ちょっと後で見ておいて。その3個目の話なんだけども、つまり太宰から出てくる帰結のあるいは理由の3個目だけども、ちょっと30ページ上げて。第3の意味、太宰から生じる第3の意味、人間的な言葉、
の第3の意味が2行目見て、言語精神の能力としての抽象化の起源もここにあるんじゃなかろうかって言ってね、その抽象的っていうふうなものは我々の言葉の一種のいい話として特徴として語れるかもしれないけども、この太宰以降の中ではいい言葉かもしれないんだよね。その抽象化ってことがどこから生じたかの議論がそこに書いてあるからちょっと見といて、その、しかしその抽象化とね、さっき言った おしゃべりみたいなこととがどうつながっていくかをちょっと自分で追っておいて、で抽象化っていうふうなことはある意味で世界を整理し世界をコントロールするには非常に、有効なものなんだけども、それは同時にその自然の目する言葉を、どっちかというとまたぎ越してしまって、そしてその声を聞くことをますます難しくする話でもあると、そんなような話が多分つながっていて、それで我々の現代の話に近づいてくるわけだね。その中でその再びその芸術の議論があり、彫刻とか絵画とか文学のシュプラヘンって話があり、これがどういうものを形成しうるか、あるいはそれによって何か大事なものが得られるのかって話が書いてある、そんな議論とつながってるね。まあ、いずれにしろそのさっき言ったあたりが多分話の山であり、我々はその相互理解のできなさに直面して、まさに第一次世界大戦の渦中にいるわけだけども、その事情は単なるその直近の20年30年とかのその国情とか国政とかのその関係に還元されることではないってことなんだね。人間がその他者を他者として扱わないような言語を自らの言語として選択したその結果としてである、同胞を同胞として見るけども同胞じゃないものを同胞じゃないものとして見てしまうような、そんなふうな閉じた言語を言語の根本的なあり方として承認することが起こった以降の出来事である。それでこの中でそういう場面の中でどうすればいいかってことで、何か根源的な いつなるものに戻ればいいかっていうふうに思えるかもしれんが、それはちょっと違う。それは 今からそれやろうとした場合は一種の相並ぶ言語の一つを選んでしまう独裁になり得るんだね。例えば英語とかあるいは AI の知とか、そんなふうな一元的な支配を許すことになってしまい、それはパラダイスとはちょっと違うって話になるので、むしろここから先の話は別の本なんだけども、多様なものを多様なままに保持することがどんなふうにしてできるのか、多様なものをそれぞれ自分と相並ぶものとしてそこに並走せしめるっていうふうなことがどんなふうにして可能なのかっていうふうな問いとなって、別の言語論になっていくわけね。選択した人がいるかもしれんけども、あの翻訳者の、なんだっけ、氏名じゃなくて翻訳者のなんとかっていうあったですね、あれがこの今読んでるやつの、まあ、いわばだいぶ後の時代の続編みたいな感じになるわけで、そんな話。まあそういうわけで今日早めに終わっちゃったから されなかったけども、一応今度おしまいとしようかと思ってね、そういうわけで、レポートまで至れてよかった。で、
後半もまあ同じような別のテクストでも話になると思うから、もう飽きたら来なくていいんだが、もっとベアミン見たかったらば続きも履修して。じゃあおしまいにしようね。お疲れさん。さよなら。出席ね。出席取ってしまいでしょうか。じゃあ、じゃあ読み上げるから。先週ちょっと出席もなかったからあれで取ったんだけど、今日は読み上げます。原山君、はい、油井君、はい、大口君、はいね、斎君、で、浅川さん、はい、稲岡さん、はい、小田さん、はい、帯金君、小松君、はい、今野さん、はい、斉藤君、高橋君、はい、手島君、手島君は、ね、じゃあ、古谷君、はい、ムカサさん、はい、山田君、はい、山本君、山本康生君、はい、山本蓮之介君、はい、渡辺君、以上かな。やめてましたね。じゃあ、おしまい。オンラインもおしまい。あれ誰かいたのか。いない。